KDDI ビルは新宿高層ビル街の一群を担う超高層ビルの一つ。旧 KDD 国際電信電話の本社ビルであり、現在も KDDI の登記場の本店である。旧称は国際通信センタービル。新宿高層ビル街の一群を担う超高層ビルの一つとしても広く認知されている。全体がメタリックシルバーの色調で覆われたビル。 幅と奥行きがほぼ同じ、静止角柱のような形状が特徴。新宿高層ビルの中でも古くからある存在で、中には重要なライフラインである通信機器設備があるため、関東大震災クラスの10倍の地震でも十分耐えられるような頑強な作りをしたビルとして、当時は話題となった。後の日本の高層ビル建築にも影響を与えたビルとして知られている。 1974年から1985年までは31階に FM 東京の本社、演奏所が置かれていた。甲州街道のある南側に1991年に、竣工した5階建ての KDDI アネックスビルがあり、テナントが入居している。2002年3月29日までは、第一官業銀行新宿南口支店がメインテナントだったが、 水穂銀行発足時に、旧日本工業銀行新宿支店と統合し、同店のある、日本生命新宿西口ビルへ転出した。この名残で、ATM コーナーのみであるが路面に郵便局と、並んで看板が設置されている。ビル屋上では、TM ネットワークのコンサートツアー、キッスジャパンダンシングダイナミックスビーズ、願い PV あたり、KDDI ビルの地上噴水広場で撮影。 アランウォーク、フェイデットの最後の PV、ありがとうございます。